スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。解説には福西崇史さんをお迎えしました。生放送でお送りするラリーガの一戦、見応えのある試合になりそうですね。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングの活用が鍵になります。サポーターもこの試合を楽しみにしているようですね。ええ、どちらも勝利を信じていると思います。マジョルカのキックオフで試合が開始します。見事なスルーパス。攻撃は今一つ。サイドへパスを出します。ボールを失います。この試合、新加入の選手がついに出場を果たします。福西さん、移籍市場で獲得したミッドフィールダーの選手ですね。チームの期待も大きいはずです。ええ、中盤で攻守にわたる活躍を見せて期待に応えたいですね。ウィリアン・ジョゼ、ゴールキーパーが見事に止めた。ショートを選ぶ。ファーポストにクロスが上がった。このヘディングは枠を捉えられません。難しい体勢でしたね。ショートコーナーだ。シュートを打ってきた。キーパーが対応。ピンチをしのいだ。チャンスは続きます。スローインです。ポルトゥ、クロスが入るか。イジェラメンディ、さあどうする。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ファンヒンケル、サルバ・セビージャ、マルコ・ファンヒンケル。ここから狙うのか。マルコ・ファンヒンケル仕掛けてくるのか。ファーポストに入れた。ここは押し出します。オヤルサバル、ウィリアン・ジョゼ、ボールを持って上がります。イジェラメンディ、もう少しでしたが枠の外です。ファンヒンケル、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。さあスタジアムのテンションが上がります。中の選手を狙ってきた。
別の角度からの映像です。コーナーからエリア内へ、このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。サルバ・セビージャ、ボールを奪われました。タッチを割ります。マジョルカのスローインです。ルーマー・アグベニュー、このパスはカットされました。うまく読んでいましたね。スペースへのボール、キーパーがしっかりと止めました。エルナンデス、強い、体をうまく使います。ボールを取った。ジョゼ、見事なスルーパス、いい位置です。ここでスライディング、ちょっとエキサイト、振り抜いた、決まりました。先制点、ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。何度見ても見事なゴールですね。ディフェンダーもついていましたが対応も見事、判断の良さが光りますね。マルコ・ファン・ヒンケル、エルナンデス、おっと裏へ出した、チャンスにできるか。このボールは相手にクリアされました。サイドにはスペースが、中に入れてくるか。インターセプトでチームを救いました。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。ナチョ・モンレアル、オヤルサバル、ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。見事にリードを奪いました。別の角度からご覧ください。ここはドリブルで前に出ます。チャンス、ここはディフェンダーがよく対応しました。はい、簡単には打たせてくれませんね。イジャラメンディ、ポルトゥ、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。ハーフタイムになりました。後半に向けて監督からはどんな指示が与えられているのでしょうか。さあ後半キックオフです。オヤルサバル、強い当たりだ。フリーキックから試合が再開します。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。
キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。試合前にニュースがありましたが、レアルマドリードが選手を獲得しました。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。クロスのチャンス、ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。ナチョモンレアル、オヤルサバル、中央にクロス、クロスは手前の相手に当たりました。プレーを切ります。ボールを外に出しました。サブの選手がピッチに向かいます。メリーノ、折り返せるか。ナチョ・モンレアル、中央にクロスが入る。このボールはキーパーがキャッチ。ゴールキックが直接相手ボールに。これはまずいぞ。ボールを運んでいます。オヤルサバル、相手ボールになりました。相手のマークがついていますね。ディフェンスを置き去りにした。ディフェンスが冷静に処理します。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ボールは相手に渡ります。ゲームを作るパス、またまた通ります。ポルトゥ、ドリブルで運びます。イジェラメンディ、ここはどう、素晴らしいパス、鮮やかなダイビングセーブを見せました。このコーナーは誰に蹴るか。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。ボールを奪われました。ポルトゥ、これはよく見ていた。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。素晴らしいコントロールのシュートでしたね。ダイレクトで右下に流し込みました。こちらのカメラからの映像です。マルコ・ファンヒンケル、ナチョ・モンレアル、オヤル・サバル、見事なパスカットです。狙える位置です。何かしてきそうですが、おっと裏へ出した。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。さあ選手交代です。逆転への起爆剤となりますでしょうか。ボールを入れました。ここはゴールキーパーの好判断。イジャラメンディ、ウィリアン・ジョゼ、
相手ボールになります。ここで取られてはいけない。シュートは入るか、押し込めるか。これは厳しかったか、パス失敗です。アンラッキーなシュートでしたね。枠に阻まれました。ここはタックルでうまく対処しました。相手ボールのスローインです。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。チャンスにできるか。このクロスはどこを狙ったんでしょうか。ゴールキックです。この選手ですが、ここまでの活躍は見事ですね。分析するとよくわかります。先ほどのアシストは見事でした。もちろんパスだけではなく、積極的な運動量で攻撃しっかり見えています。ここから狙うのか、中へ切り込む。決まるか。入ったかと思いましたが、シュートはわずかに横にそれました。スルッサ、フォルトゥ、パスで効果的に崩していきます。そうですね、ディフェンスに的を絞らせていませんね。非常に効果的なパス回しができていますね。いいところへ出した。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。レフリーが笛を吹き試合終了。スクリスさん、やはり最終的には力の差だったり勢いの差が出てしまったという結果になりましたね。そうですね、そんなに大きな差はないんですが、それが勝敗を分ける原因になっていましたね。